はい、皆さんこんにちは。はじめましての人ははじめまして、いつも見てくださる方ありがとうございます。はい、テリオンのウィッチャー3新米ウィッチャーゲラルトの大冒険ということで、本日も一緒に楽しく冒険していきましょう。はい、前回ですね、まあイエネファーですね、イエネファーさんの情報を探すためにこのですね、駐屯地ですね、ニルフガードの駐屯地にやってきて、指揮官とね、おしゃべりしたところで終了してましたね。で、今の目標はカリードに死体の発見場所を聞くか、薬草かですね、グリフィンの巣ですね、グリフィンの巣に行くために行って、まあ、グリフィンを誘導するための薬草ですね、について、聞きに行くというのがミッションになってます。で、R を押したらね、これが選択できるので、まあまあまあ、とりあえずね、カリードに死体の発見現場を聞くということで、それでいきましょうね。はーい。なんか言ってるぞ。ポッポルの女は3日に一度しか入浴しないというのは本当か？ポッポルの女は3日に1回しか入浴しないの？本物のベディミンだ。みんなびっくりするぞ。指揮官と話せ。なんかあれですね、指揮官と話してからみんながなんかいろいろ会話してくれるようになりましたね。うん、入隊したいのか、北方人。うん？まあ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 、まあ、ここはね、一旦ちょっと置いて。ゆっと。伸びぐらち。ちょっとね、地図で場所だけ確認しておきましょうね。あ、だいぶ南ですね。だいぶ南。うん。ここは、開始可能なクエスト。はい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 。で、ここは、ホワイトオーチャルの獣。あ、ここは薬草館とこね。で、ここですね。ここまで行くのか。へぇー。なるほど。まあ、とりあえず、じゃあ、向かっていきましょうね。となると、まあ、ちょっと、ローチさん呼ばないとね、あっちまでちょっと行けそうないんで。よっ。標識を使えば、ある場所から別の場所へ瞬時に移動できる。ファストトラベルを利用するには、標識に近づいて×を押す。あ、そうなの？めっちゃ楽じゃん、これ。ありがたいですね。そんな機能がついてるなんて。地図上で、標識のマークがついた目的地を L で選択し、バツを押せばそこで瞬時に移動できる。めちゃくちゃいい。こんな、ウィッチャーすごいですね。かゆいところに手が届くというか。あー、これで製材所。はい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 。そしたらこのウーソン村も、なるほどね、ウーソン村も近くで、標識があって行けるようになってると。まあ、ウーソン村から行く方が近い。まあ、製材所から行くと方がこっち近いので、1個製材所に行きます。アイテムは倉庫に保管することができる。倉庫は世界中の様々な場所で利用でき、どの場所で利用しても同じ倉庫にアクセスできるようになっている。はい。わあ、いいね、いいね。めっちゃ、夕方のね、夕日が気持ちいいですね。そしたら、こっちですよね。ちょっとこちら側に。こっちか。じゃあこの山道をね、ダッシュしていきましょう。じゃあ目的地はここかな。あ、なんかすごい薬草っぽいのがいっぱいありますね。これ取っても大丈夫なやつかな。ちょっとウィッチャーの感覚で見てみましょうか。あ、ウィッチャーの感覚使えないね。取るができない。なんでこれお話しないと取れないのかな。ちょっと行きましょうね。よっと。いいかな。構わないわ。千段草を取って。そこの赤い、あら、薬草に詳しいのね。それほどでもないが、少しは知識がある。千段草には毒があるとかな。大量ならね。少しなら痛みを取っていい夢を見せてくれる。今の彼女には一番よ。今の彼女、ああ、誰のこと？グリフィンにやられたのか？グリフィンにやられたのか？レナのこと？
夜に襲われたの。森を歩いてて。夜に森の中だと？戦争中だぞ。男と会ってたのよ。恋する若者はそういうものでしょ。傷は塞がってきたけど、頭に血が溜まってて助からないわ。私じゃ治せない。いやもう彼女助けましょう。レイナさん、助けよう。俺の持っている霊薬を試してみるか。春ツバメで治せるはずだが。何？人間用の霊薬ではない。死にかけてるのよ。そうだな。君の調合した薬なら安らかに死ねる。俺が春ツバメを与えて、もし失敗したら村中に響く叫び声を上げることになる。分かった。やってみて。分かったよ。リナを助けよう。黒梅もどきを探してる。この辺りに生えてないか？川底に生えてるわ。川幅が一番広いところ。ただし水から出すと。一週間放置された死体よりひどい匂いがするだろ。グリフィンを始末する。黒梅もどきは餌に使う。そういえば昔、橋の下にドラウナーが出て大変だった。村中でお金を出し合ってウィッチャーを雇ったの。グリフィンの賞金は誰が出したの？基地の隊長のピーター・ザール・なんとかだ。私たちを気にかけてくださるとはね。ピーター隊長は事実そうしている。ニルフガードは命令が絶対だ。でもピーター隊長はそうだよね。皇帝は違うだろうが、あの隊長は民の生活を気にかけてる。思慮深い男のようだ。軍隊に思慮深い人はいないわ。命令に従うだけよ。この土地のものではないな。敵意を感じる。こんな荒れ地の小屋で育ったにしては強すぎるほどのな。そうよ。急いでるんでしょ？そうじゃないなら、ただ次の襲撃を待てばいいだけだもの。面白い話が聞けそうだと思ったんだが。また今度ね。はい。地のとこでクエストの追跡 R さん、じゃあ R さんしてみようかな。春つまめを、一服調合する。はい。あ、ドミラさんっていうんだね、この人。ドミラさんは薬草を売ってくれるのか。まあ、とりあえず身の上話聞こうか。君について話してくれないか？悲しい話よ。エランダーにあるメリテレの神殿をご存知？知ってるも何も、ネネッケ教母に何度傷を縫ってもらったかわからないほどだ。すれ違いね。ネネッケ教母の下で癒し手の勉強をしたの。入れてもらった時はまだ18歳だったの。勉強より恋愛に興味がある年頃よ。ゴスラフっていう少年がいたの。仕事でいつも胸をはだけさせてた。若い子の注目の的だったわ。私は神殿を出て彼と素敵な夏を過ごしたけど、どこかへ行ってしまった。ネネッケは私を神殿に戻してくれなかった。両親は無言で私に最低限の身支度をさせた。それから私は自分が必要な存在だと思える場所を必死に探して、ようやくここにたどり着いたの。話はそれだけ。なるほど。まあ神殿でちょっとおいたをしてしまったせいで両親から感動されちゃって今はここにいるっていう感じなんでしょうね、短くまとめると。まあ薬草はまだいらないんで、じゃあちょっとね、先にその春ツバメを取りに行きましょう。あ、ちょっと夜ですけどね。モーリーアロー、まあちょっと薬草っぽいのをね、先にちょっとこう拾って、まあね、なんか何かの事態になったら、まあ私が薬草を使うと。自分でね。春ツバメはどこにあるんでしょうね。まあこれもちょっとマップで確認しましょうか。まあでも、まあしょうがない。なんか頑張って探しましょう。ノーヒントですけど。レイナさんを助けたい。こういう、普通にこういう薬草を、ここら辺にある薬草を、探索して探せば春ツバメが手に入れられるんでしょうかね。ちょっとウィッチャーの感覚でいろいろ見ながら集めていきましょう。でもこの黄色い花は
なんかそれっぽくなさそうなので、もうこれはなんだ、これか、ちょっとこの青っぽいやつをちょっと取ってみたいですね。あ、バリッセの果実、全然違いますね。全くわからない。あ、トリカブト危ない薬草をね調合してたんでしょうか。この中のどっかにあるのかな、ハルスバメ。ていうかこの辺の薬草ってもう取ってしまったら二度と生えてこないとかちょっとありえますからね、そういうこともね。ないかな、ハルスバメ。よっ、あ、ドワーフの蒸留酒。いやー、デューカルウォーター、なんだこれ。あ、クエスト、何これ。またしてもゲラルトはほぼ不可能な、選択に直面した。より大きな悪か少しマシな悪かの選択だ。グリフィン狩りの準備中に彼はその怪物の被害者を発見した。レナという素朴な村人だ。グリフィンに襲われた時、彼女は恋人に会いに行く途中だった。あ、レナが恋人に行く途中だったんだね。この怪物は彼女に致命的な傷を与えた。ウィッチャーの霊薬は彼女の命を救うことができたが、それには死の危険性も伴っていた。うん、だからそれをどこで手に入れ、ねえ、推奨レベル2 あー、そうか、これ一応サイドクエストだから一応ほっといてもいいかな。うん、まちょっと黒梅室木さんの方にしようかね。じゃあ、ローチに乗って、では黒梅室木探しに行きますね。はい、行くぞローチ。待てよ、ここら辺にあるんじゃないか、ないか、ハルツバメ。よし、走れ走れ走れ、落ち川底ね。あ、川底か、こっち側、こっち側どうだ、反対側かな。あー、ここか、ここ、ここじゃ泳げってこと。でもここもミッションがね、またなんかあるらしいんで、ここもちょっと行ってみましょうか。あー、これあの人かちょっとあの無視して行ってしまった人の家ですね、これね。黒曜鉄鋼、あ、いいね。鍵をなくしたのか。鍵じゃないよ、フライパンさ。この小屋はずっと空き家だったのさ。戦が始まる前の晩、男が自分の家みたいな顔して入ってった。私は窓から見てたんだけど、こっちに気づいたのかね、次に見た時にそいつがこっちに向かってきてたんだよ。だからフライパンを掴んだの、身を守るためにね。でもそいつは丁寧に聞いてきたのさ。ばあさん、カバの樹皮はあるか、それかリラの実や石炭はって。ないって言ったよ。夜にそんなたわごとで人を困らせるのはバカに決まってんだ。でもそいつは聞こえないみたいにじーっとフライパンを見てた。そしたら、それを貸せ、朝には返すって言うんだ。真っ暗な中で何を焼くってのかね。でも私は優しいから渡したのさ。実に魅力的な話だ。面白い。それからどうなった？いや、もうちょっと詳しく聞かせてください。面白い。それからどうなった？夜明け前に別のやつが小屋に来た。でも朝に出てったのは最初の人だけ。扉に鍵をかけて馬に飛び乗って、そいつとフライパンを見たのはそれが最後さ。古くてすすけて大した価値はないだろうけど、あれしかないんだよ。あんた、このばあさんのフライパンを持ってきてくれんかね。あの扉は私には破れん。それに実を言うと怖いのさ。
おかしな匂いがして、多分もう一人のやつがあの中で死んでるんだよ。そうなの？二人組のうちの一人が小屋の中で死んでる。まあでも開けてフライパン取ってくるだけだったらできるんじゃないのかな、おばあさんでも。まあ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 、まあ、力がないから破れないって言うから力になってあげるよ。フライパンの依頼は初めてだ。よし、入って調べてみよう。ここで待っていてくれ。危険があるといけない。はい、ちょっとじゃあ、怖いんでセーブだけしときますね。はい、セーブし終わりましたので、じゃあ小屋の中に入ってみましょう。はい、何かが家の扉を塞いでいる。ウィッチャーの感覚を使うには L2 を長押しするということで、何が塞いでんの？オブジェクトの破壊。オブジェクトの中には破壊できるものがあり、これらは、アイコンで示されている。道を阻むオブジェクトを破壊するには敵、近づいてアードのインを使う。あ、そうなんだ。剣で切りつけることもできるが、この方法では破壊できないものもある。オブジェクトに3段の爆薬を投げつけるという選択肢もあるが、爆破によって自分が負傷しないよう注意が必要だ。アードを使うんだ。アードは、あれ、アードってどう使うんでしたっけ。まあ、とりあえず R2 で使ってくれるんですけど、アードを選択するやつって、こっちか、こっちでアード、あ、これか。念力による衝撃か。アードでは使わせていただきます。はい、では開いたということで、怖っ。とりあえずね、まず物を漁っていきましょう。腐りかけの肉。なんだよ、腐りかけの肉って。おお、すごい、火がついた。なかなかゲラルトさん、あれですね。お、テネリアのボニャード。川、ウェリスのルーン石へ。あ、設計図だって。あ、石屋。特別な、あ、適切な技術を持つ職人に設計図を渡してアイテムを作ってもらおう。尖れていない弓矢の石屋の石弓の矢か。フォークテイルの変異抽出液。なんだこれ。なんかいろんなの手に入れましたよ。面白いですね。こうイベントこなすごとにいろんなアイテムが手に入る。まさかここにフライパンが入ってる？フライパンではなさそうでしたね。もうフライパンはもうなんかこう分解してなんかこう鉄くずの塊になっていったりするんじゃないの？これは？ちょっと待ってください。なんか取れない。ベレスのルーン石とオイル。死体だ。この匂いの元はこれか。やっぱりお亡くなりになってたんですね。なんか争ったのかな？争ってなんか、どっちか一方が一方を殺しちゃったみたいな。じゃあこっちも火つけて。火つけられない？アルコエスト。すごいね、至るところにアイテムがありますね。考察されてる。それと古傷がいくつか。兵士だったのかもしれん。何の音だい？ああ、何でもない。考察されてる。それと古傷がいくつか。兵士だったのかもしれん。でも割れた片眼鏡か。面白い。フライパンはあったかい？ちょっと待ってよ、フライパンを今探してんだから。ここは火はつけられるかな。これちょカメラの調整とかしたいですね、これ。いまいち。この奥らへんかな。あったあれか。フライパン見つけましたね。ただフライパンを見つける前にちょっとこの辺に調べてみようかな。ほとんど燃えているが読める部分もあるな。フライパンはあったかい？はい、あったよ。めちゃくちゃあるんだけど、ちょっと待ってね。上の方調べるね。蜂の巣、テメリアのライウィスキー容器に入った水。じゃあフライパン。おお、いいね。フライパンをじゃあここでゲットさせていただきます。ばあさんのフライパン、綺麗に磨かれてるな。
謎の男はすすが欲しかったのは、インクを作り手紙を書くために。フライパンはあったかい？あったよ。手紙を書くためにすすが欲しくて、何これ、あ、これで壊したらいいのか、衝撃が。おい、何、なんか落ちてくるの、これ、これが落とせる。マークついてますよね、これね。あ、なんか落ちた、あ、落ちた落ちた落ちた。なんか落ちたわけじゃないのかな。よいしょ。あ、いや、取れないですね。アイテム取れるかと思ったんですけどね。そしたらまあ、おばあちゃんとか戻ろうかな。ちょっと待ってくださいね。はい、カメラのね、調整しようと思ったんですけど、ちょっとできなさそうだったので、まあ、このまま戻りますね。はい、おばあちゃん。ほら、フライパンだ。私のはすすで黒焦げだったのに、自分が映ってるのは若い頃なら嬉しかったけど。男が欲しかったのはすすだ。インクを作るためにな。緊急の手紙を書きたかったんだろう。他の書類も慌てて燃やしていた。それで、もう一人は死んでいた。人を集めて村外れにでも埋めてやれ。四季に荒らされないように深くな。それから忠告しておくが、このことはニルフガード人には話すな。ちょっと待って、感謝の印をあげる。どうぞ旅に使って。さあ、今夜は美味しいコクチマスを焼いて。はい。感謝の収集って経験値 10? あ、焼きリンゴか。ちょっとおばあちゃんと話そう、もう一回。もう話してくれない、おばあちゃん。あんなにペラペラ喋ってたのに。さあ、今夜は美味しいコクチマスを。君は、こういうのもあるんだね、イベントでいろいろ。これはなんだ、普通にこの辺の家の中も見れてみましょうか。あ、何もない家ですね。しょうがない。でも、ストーリーじゃあ頑張って進めていきましょう。うわ、この操作がちょっとやっぱり難しいですね。よっと。あ、なんだこれ、家の上に乗れたぞ。おっと。ほい、ほい。あ、いいですね。こっから眺める景色。うわ、落ちちゃった。あ、取れるぞ、これ。木材。あー、これガラクタの木材が取れるっていうパターンですね、これも。はい、リン。では、ここ潜っていきましょう。この、ね、真ん中って言ってましたよね。ん？おい、潜れないぞ。はい。よっと。はい、では早く泳いで目的地に行きますよ。あれ、もしかしてこれ、この下にも薬草があるということは、ここで取れるのか、春なんとかとかやつが。おい、あ、黒目もどき。ちょっと、OKOKOK。これも、あ、何個必要なんだ、黒目もどきって。ねえ、黒目もどきは？よ、これもそうだよね。呼吸が苦しいぞ。そろそろ上がるか。よいし、うわ、ふう。よし、呼吸回復して、じゃあもう一回潜ろう。黒目もどきをね、回収できる分だけ。あ、これなんだ。黒目もどきじゃないぞ。お宝があるぞ。うわ、何これ、すごい。じゃあ全部取ろう。テメリエのポニャード。なんだこれ。ドロールの変異抽出液。
やば、なんかお宝手に入れましたよ。よいしょ、じゃあ黒目もどきへ。よ、こっちか、こっちか。あ、やばいやばい、呼吸が。ここら辺にあるはず。あった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 。ほい、じゃあちょっと一旦上がって、あ、結構いっぱいありますね、黒目もどきね。おい、大丈夫か、大丈夫か、大丈夫か。あ、長押しか、長押しだった。おお。じゃあもう一回行きまーす。こ、ちょっとこの辺りの先ですね。よいしょ。よっと。よし、とりあえず一個ね、目標は、目的は達したので、よっ。じゃあもう一個のね、カリードに死体の発見ゲームを聞くという目的をね、こなしに行きましょう。で、ローチさんを呼んで、はい、ローチ。はい、ローチ乗る。ローチ乗って、で、ちょっとこの道沿いにね、ちょっと走ってもらいましょう。ここね。ここ道沿いに走ってもらったら、まあ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 、目的地の近くまでは行けるかなって感じですよね。じゃあ、ローチに乗って、あ、ローチさん？ローチさん、ローチさん、ちょっとローチさん、どうして？ローチ。そんなダダコンてる場合じゃないって。ここまたまっすぐ行きましょう。目的地さえ設定しておけばそこまでね、罰をしてるだけで行ってくれそうですね。これは結構いい仕様ですね。あ、ここか。はい、じゃあここで、カリードさんがいるところね。誰かいないか。狩りに出かけてるのか。ウィッチャーの感覚を研ぎ澄ます。痕跡や手がかりを見つけたときは近づいて罰で調べる。狩りに行ってるのかっていうことはね、どっかで探さないといけないですよね。参ったな。どこにいるんだろう。じゃあもうちょっと南に行ってみましょうかね。ここを目的地にしてカスタムマーカーを設置して、で、ここにローチ呼んで、ちょっと ローチって、あ、手がかりがあるね、これ。ここか。これをちょっとウィッチャーの感覚で調べながら行きましょう。足跡ね。え？相変わらず探索ができない、ゲラルトさん。え、でも足跡っぽいのありましたよね。全然ちょっとこの足跡を追っていきたいんですけど、ここね、これですよ、これ。これを、これウィッチャーの感覚で見てるんですけど、全然ウィッチャーの感覚がこう飛び澄まされてなくて、全然先に行けないっていうね。あ、ここか、この奥に行ってみ、とりあえず行ってみましょう。なんだこれ、なんだこれ。とりあえずね、この奥深くまで行ってみて、狩りにね、狩りに出かけてるってことは、この森の中のどっかにはいるんでしょう、きっと。どこにもいない。あ、また廃墟の村だ。あ、廃墟の村、ファストトラベルできるようになったよ。まあでも、ここに一応ね、目的地合わせてみたんですが、白金バイカー、ここも取れるやつかな。パンか、いいね、パン。パンが順調に、あんなとこにあるパンでもなんか腐ってそうで嫌ですよね。あ、ちょっと暗いな。朝までちょっと寝ましょうか、この辺で。この一応建物の中だけ調べて。あ、いいね、いいね、いっぱいあるね。そういえばさっきなんか鎧みたいな手に入れてましたよね。じゃあその鎧もね、ちょっと確かめとかないといけないですよね。よっ、これ何があるのかな。人形。
人形何に使うんでしょうね、人形ね。ピッチャーの感覚を使い、狩人を見つける。この辺で取れるアイテムはもうないかな。どうだろう、キノコで、この家は見たんで、この家は入れる？入れない？入れた。この宝っぽいの、おー、いいね、アメジスト。いいっすね。もう、廃墟からお金をね、集めていくっていうスタイルね。あ、これもいいね。熊の脂肪、犬の樹脂、水銀溶液。なんかよくわかんないですけど、いっぱいアイテム手に入って嬉しい。奥のやつは調べたので、この手前の家、手前の家も見ましょうね。アルコエストっていうのはね、どういう効果があるんでしょうね。うわ、いいっすね、いっぱい。硝酸カリウム。何使うんだ、硝酸カリウム。あ、錬金術師の粉。これね、ちょっとやっぱり勉強しないとダメですね。ウィッチャーの世界をね。攻略法っていうわけでもないですけど、アイテムの使い方ぐらいはね、せめて。こういうとこって、イグにしたら、火つけられないかな。無理か。あ、やばいやばいやばい、燃えちゃう燃えちゃう。ここ暗いな。夜だからあれなのかな。朝まで待ってみる？朝まで待てばちょっと、見やすくなるかな。でもここはアイテムっぽいのないですね。あった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 。よっ。エレメンタルのエッセンス、古い羊の皮。もうほとんどね、これミニマップ見ながら歩くぐらいにしないと結構厳しいですね、これ。黒魔術の人形。大丈夫これ。何これ。基盤だ日誌。何かわかるかもしれない。はい、読む。1250年3月27日、ついに現実になった。ポルカーが、ビジマの裁判所で領主に対する訴えを起こした。私たちが受けたあらゆる害を挙げていた。ヨハンが帽子を脱ぐのが遅れたせいで殺されたこと。え？酔っ払って私たちの土地を踏みにじった上に全く何の埋め合わせもしないこと。ピーターの結婚式に唐突に現れて、諸夜剣を要求したこと。何これ。これで長い間祈りの時にメリテレに願っていたことが叶った。裁判官はこの抗議内容を認めて私たちの領主に対する義務や契約から解放してくれた。これでついに私たちは自分の力で前に進める。ついに自由民として生きられる。自由民として過ごす最初の日、ホーベルはまだ大した村じゃない。でも私は他のどんな場所よりも好き。ポルカーが邪悪なものを追い払おうと足ばみの煙で家を何だろうこれ、蒸したかな、家を蒸した。門の下に天を埋めて泥棒が敷居をまたがないようにもした。そして今まで見た中で一番素敵なブレスレットを私にくれた。お母さんは好きも桑もない状態で、桑も好きもない状態で状況でこんな飾りに大金を払うなんて馬鹿げてる。商人に返しなさいって言ってる。死んでもそんなことするもんですか。一生外さないわ。いつでもフォルカーのことを考えさせてくれる。ああ、とっても幸せな一日だった。1250年4月23日、漁師が会いに来るみたい。村に戻ってきてほしくて特別取引をしようと考えてるみたい。彼の息子が亡くなってからは落ち着いたって聞いてる。もう些細なことですぐに怒ったりしないって。まあそれは後でわかるわ。何せこの場所から少しだって動くつもりはない。うん、奇抜な日記。もうちょっとね、アイテム見てみましょうか。これか、焼けた紙。うん、焼けた紙とこれは読んだか読んでないかって、これ出てくるのはありがたいですね。ではこれをちょっと読みましょう。焼けた紙。それとそっちが約束したならちゃんと来い、間抜け野郎。こっちは命がけでこの忌ましい計画の全てが台無しになる危険を冒していったというのに、アホ面下げて待ちぼうけだ。
ニルフガード軍はもっと規律が厳しいと思っていたのに、お前と来たら安堵不能。あの将軍様に伝えてくれ。俺も仲間もあんたらに恨みはないし、交渉を決裂させようとは思っていない。だが元々の計画がひっくり返っちまった。今となっては次の会合の日時と場所はこっちで決めさせてもらうぞ。なんかなんなんでしょうね。はい、じゃあここをとりあえず一旦出ましょうかね。まあね、自分たちでこう村を運営できるようになったっていうね、嬉しいぞって言ってたのに廃墟になっちゃったっていうね、何なんでしょうね。ここはもう行きましたよね。ね、まあ黒魔術の人形とかあってね、なんか危ない儀式でもやってたんでしょうか。あ、夜が明けてね、だんだん日が差してきましたね。今が3時53分3時53分に日が照ってくるの、なかなかなあれですね、朝が早いですね。よし、じゃあこの井戸見てみようかな。井戸の中なんか入ってたりしない？飛び降りたりできない？今は実行できない。あー、マジかよ。ちょ待ってください。こんな地底に行くなんて聞いてないっす。嘘でしょ？すごいっすね。うわぁ。とりあえずあのアイテムのとこまで泳ぎましょう。あ、なんか下にあるぞ。うわぁ、宝がある、こんなところに。はい。ドワーフの蒸留酒、オプティマメイター。なんだこれ、オプティマメイター。他にもなんかないかなぁ。この光ってるのなんだ？取る。装飾されたブレス、あ、まさか。さっきの日記にあったブレスレット、どうした。じゃあ戻ごめんなさい、潜ったらダメです。浮き上がれ。よいしょ。でこれを、あ、これは普通のあれか、キノコかな。はい、キノコ。よいしょ。はい、ホコリタケ。あ、なんかちょっと違うキノコだね。セワントのキノコ。じゃあちょっと装飾されたブレスレットとかをね、ちょっと見てみましょうか、アイテムでね。防具でとりあえず取ったのがこれでしたよね。シダリスの、鎧でいいのかな。防御力がちょっと上がるみたいなんで、まあこれ、なんだこれ。ダサいけど、まあこれでいきましょう、ゲラルトさん。殻のソケットに入れることで剣を強化できる。あ、これか。クエストのクリアに必要なアイテム。はい。なるほど。そしたら、こっから出るのはどうしたらいいんだろう。とりあえず泳いで、ここをまず登らないといけないんですよね。ここを登る。いいよ、登れるか、あげられると。登れないか。嘘でしょ。死体？ここからじゃ届かない。死体？どこに死体がある？じゃあ登ろう。骨折り損にならずに済んでよかった。ブレスレットか。文字が彫られてる。クレアへ、フォルカーより。ブレスレットは井戸の女のものだろう。あの日記の子だよね、多分。フォルカークリアさんがもらっ、フォルカーからもらったブレスレットが井戸に落ちてたということは、まあ身投げをしたということでしょうね、単純に考えたらね。何があったのか全然わからないですけど、ここに潜ったらいるのかな。行きましょう。じゃあ潜って反対側に行くんだよね、多分。とりあえず息が持たないかもしれないので、まずウィッチャーの感覚で一旦ここを見て、あ、行けるか。とりあえず反対側に、あ、でもアイテム臭いのあるな。どうだろう、どうだ。
ちょっと戻ろう。浮き上がって浮き上がって、おい。とりあえず、でもさっき死体とか言ってましたよね。あっち側ね、見たいんですけどね。これマップ見れるかな。世界地図しか見れない。あらー。あー、じゃああっちの湖の地底湖みたいな感じで繋がってんでしょうね、あっちの湖にね。わー、あ、ちょっとこれは、おーおーおー、道がある。ちょっと待って、ちょっと待って、なんか光ってた。ちょっとどっちから来ましたっけ今。こっち、こっちから来たんだよね多分ね。いや違う、こっちに行くんだ。こっちに行けば出口があるのかな。おー、やっぱそうだ、池に出れたね。うわー、いやー、でもクエストのクリアに必要って言ってて、またちょっと井戸にもう一回入り直した方がいいかもしれないですね。クエストをクリアしたことにならなかったですもんね今ね。そしたらまた廃墟の村に行く前に、ここの家もじゃあちょっと民家もね、調べてみましょうか。ここは廃墟じゃなさそうですね。何にもないかな、この家。あ、なんかある。瓶。鋼の剣。鋼の剣は多分弱いよね。あ、出た、釣り竿、真珠、ドライフィッシュ。まあでもこういうのがあるってことは誰かが一応住んでるってことなんでしょうねきっとね。まあ本当に住人がいない間に漁っていくっていうね。まあしょうがないです、ゲラルトも生きなきゃいけないんで。これはもう取れないよ。いやー美しい。やっぱ朝に行動した方がいいですね。夜はね、暗すぎて全く見えないっていうね。そしたらもう一回井戸に入って、でそれからね、ちょっとその死体があったっていうところをちょっともう一回見てみましょうね。ここに、またカリードさんの家の前にとりあえず、もう帰ってきたのか、カリードさん。鍵がかかっている。帰ってきてない。あ、夜だったから見つけられなかったのか。家を出たばかりだな。なるほど。はい、家を出たばかりだな、ということで。どっちに向かっている足跡。こっち、右側。このウィッチャーの感覚のこのなんか魚眼レンズみたいになるやつ、これちょっとね、ちょっとごめんなさい、これをちょっとね調整しようかな。はい、ウィッチャーの感覚ね調整しました。あのぼやけるやつがなくなったんで、まあ、だいぶ見やすくなりましたね。いた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 。ミスラフか。しー、聞こえたか。オオカミか。いや、野犬だな。その通り、狼より危険な奴らさ。え、狼より野犬の方が危険なんだ。狼より危険、冗談だろ。犬が狼より危険、そうは思えんが。本当だ、なぜかわかるか。いや、なぜそう思うんだ。狼は空腹を満たすために獲物を襲うが、野犬は狩りを楽しむ。人間みたいだな。人間は犬に多くのことを教え込んだ。残酷さも例外じゃない。なるほど。
どこでニルフガード兵の死体を見つけたんだ？グリフィンに殺されたニルフガード兵だが、死体はどこで見つけた？なるほど、ウィッチャーか。村人たちが話してたモンスタースレイヤーだな。まあな。もちろん案内するのはいいが、あの犬どもが誰かを襲う前に始末しなきゃなら。手伝うか。その銀の剣で奴らを切ってもいいならの話だが。いや、もちろん手伝うよ。いいとも、グリフィンが逃げることはない。犬はすぐに逃げるぞ。足音に気をつけろ。行くぞ。野犬はいつから問題になってるんだ？戦争が始まる頃からだな。行軍する兵士たちは女を見つければ乱暴して締め殺す、その夫は面白半分に殺して牛も殺す。でも犬はせいぜい蹴っていくだけだ。だからあの群れからはぐれた野犬どもは死ぬほど腹を減らして病に襲かった。また誰かが襲われた。どこどこ、あ、そこいるね。ウィッチャーの感覚を使って犬を退治。ミスラフがどこだどこだ、あそこか。しょうがないな。うわー、かわいそうに。誰だよ、誰かなんかやられてるぞ。はい、野犬ごときはね、ゲラルト様の敵ではありませんよ。とりあえず野犬からね、しっかりアイテムを回収していきましょう。ディータ、知り合いか？一緒に領主の荘園で働いてた。今は黒の軍団の陣地だがな。こいつは馬番で、俺は領主の狩人だった。だがそれもあの時まで昔の話だ。あの時までとは？あの時までとは村から追放されたんだ。何をやったんだ？俺は普通じゃないんだ。悪いが、そのことは話したくない。まあ俺も普通の人間じゃない。まあそうだよね。俺も普通の人間じゃない。いや、そういうことじゃない。狼付きなら助けてやれ。なんだって？狼付き、人狼といえばわかるか。何度か直したことがある。大抵は単純な呪いで。両親にはフロリアンという息子がいて、彼と愛し合った。二人で馬小屋にいたところをディーターに見つかって追放された。フロリアンは首を吊った。漁師は酒に溺れるようになり、領地は荒れ果て。簡単に言えばそんな話だ。へえ。あ、これ領主の息子が死んでどうのこうのって、なんかね、さっき廃墟の村でどうのこうのって言ってたけど、この人はその村の出身だったのか。いや、すまなかった。すまんな。まあ遠い昔の話さ。ニルフガード兵を見つけた場所だったら、ついてこい。おお、アビリティポイント。キャラクター、グリフィンについて何か知ってるか？いや、あまり知らないな。俺の獲物じゃない。お前は奴の獲物だがな、生き延びたければ少しでも知ろうと思うだろう。森の中では音を立てずに歩く。グリフィンに聞かれたり見つかることはない。はい、ということで、なんかアビリティポイントというのを獲得したみたいなんですが、まあどうしようもないですね。これ今走ってる状態なので、頑張って遅れずについていきましょう。ミシラフさんにね。どこだ、グリフィンを見つけた場所。結構遠いですね。こうか。うわ、ここだ。一人はそこの切り株の横だ。首がなかった。もう一人は枝にぶら下がって、内臓が全部出て下まで。あんたも気をつけるんだな。悲しむことはない。ニリフガールのやつらだ、大丈夫だ。うん、いや、まあ大丈夫でしょう。大丈夫だ。私は、俺はグリフィンを狩るのは初めてじゃない。
もちろん最後にする気もない。威勢がいいや。幸運を祈るよ。はい、ウィッチャーの感覚を使い、ニルフガード軍兵士の死亡現場を調べる。はい。ニルフガード兵が宴会をしていて、そこを襲われたのか。宴会してたんだ。この赤い血のとことか調べられる？はい、調べる。ちょっと待って、コマンドが出てこない。地面が暗い。大量の血の跡だ。これは野営中にやられちゃったパターンか。夜に行動するのかな、グリフィンさんは。夜まで待たなきゃいけない。じゃあこうキャラクターを選び、アビリティも見てみましょうか。キャラクター、キャラクターの成長レベル、一定の経験値が貯まるとレベルアップする。経験値は怪物退治やクエストの管理によって獲得できる。キャラクターの成長、アビリティポイント、レベルアップのためにアビリティポイントを獲得できます。このポイントを使って新たなアビリティを獲得したり強化したりできるということで、キャラクターの成長、アビリティグループ、アビリティの色はそれが属する系統を表す。キャラクターの成長、アビリティ、L でアビリティを選択し、資格を押して獲得する。超攻撃、主要アビリティ、主要アビリティの一つなので常に発動している。剣で素早い近接攻撃が行える。大攻撃、主要アビリティの一つなので常に発動している。敵の攻撃力を無視した強力な攻撃を行う。なるほど。弓。ああ、軽量の弓、石弓を使いこなせるようになる。これは戦闘中に攻撃がヒットするとアドレナリンが回復する。アドレナリンごとに武器ダメージが 10% アップする。あ、トランスね。超攻撃のダメージが 5% 増加する。アドレナリン獲得 1%。はい、じゃあこれ取ります。はい、じゃあこれ OK。アビリティを装備するには、まず空いているアビリティスロットに配置しなければならない。配置しなければ効果を発動しない。そうなの？アビリティを×で選択して、カラスロットを選択してから×でアビリティを発動する。はい、身体強化、小攻撃のダメージ 5% アップする。これをつけました。スロットに配置したアビリティはいつでも入れ替えることが可能だということで。あったあった、これか。この足跡を調べましょう。足跡は古い、そして深いぞ。重装備だな。ニルフガード兵か。はい、足跡を調べて、あとこれ、木のところですかね。これが、移動できる、なんかこの縦札、標識が増えたということで、ここか。なんか光ってましたよね。あ、これ普通にアイテムか。あ、さ、防具修理道具、素人。ここをもうちょっとじゃあ調べていくと足跡があるのかな。あったあったあった。これこれちょっとなかなか終了するタイミングが難しいですね。よっ、よっと。足跡はこの上に続いてる。広い隙間を越える際、丸長をして逆側の突端を掴むことができる。こう？あれ？まあ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 。足跡は上にはないのかな？途中まではね、足跡あったんですけど。グリフィンですか？あったあった。もう戻ってないようだ。こんなところに巣が。食べられてるじゃん。死体は何週間か前のものだ。ここまで連れてこられてなお息があったか。さぞ苦しんだだろう。うわ、グロい、残酷ですね。いや、この先はもうない。あ、これか。馬だ。馬、犬、人間。ここ何ヶ月かの分だな。これ明らかになんか死んでるグリフィンがいいんだけど。メスだな。傷口に湧いた虫の卵がかえってる。
4、5、1週間くらいか。残ったグリフィンがオスだろうな。何これ。傷口を調べようかな、ちょっとね。全身に深い傷を負っている。くちばしや爪には全く血がついていない。反撃した形跡はない。眠っているところを襲ったのか。年齢は？くちばしのすり減り具合、全身に灰色の羽毛、10歳から12歳だな。グリフィンは若いうちにつがいとなる。オスも同じような年だろう。そうなんだ。種類鼻の軸が太く厚い羽毛。ロイヤルグリフィンか。ロイヤルグリフィンってなんかやばいやつじゃなかった？あのオスがあれほど攻撃的だったわけが分かった。まず森にいたニルフガード兵を仕留めてから周辺をうろつき始めたんだな。学ぶことはやった。ベセミルと話そう。ベセミルと話すんだ。相手を侮るなというのはウィッチャーの鉄則だ。それにはしっかりとした裏付けがある。多くのウィッチャーの命が適切な準備によって救われてきた。戦闘の前には霊薬の調合、オイルの準備、装備の修理などを欠かさず行おう。なるほど。鍛冶や武器を鍛え、鎧職には防具を製作してくれる。強力な敵と戦う前にはサイドクエストをいくつかクリアして経験値を稼ぎ、キャラクターを強化してから臨むのが良いだろう。はい、ということでですね、今回はですね、ちょっといろいろと手間取ってしまって本当に申し訳ございません。今回ですね、ミッションをね、攻略させていただいたということで、1時間ぐらいここまでかかってしまいました。こちらね、今回の動画ね、最後までご視聴していただいてありがとうございます。あと他の動画もですね、やっておりますので、再生リストの中にね、また入っている動画、もし気に入ったものがありましたらそちらもご確認してください。はい、あとチャンネル登録、グッド評価等もしていただくと励みになりますので、よろしくお願いいたします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。